鶏卵生産大手、秋田フーズの元代表から現金500万円を受け取ったとして収賄の罪に問われている元農水大臣の吉川貴盛被告の裁判で検察側は懲役2年6ヶ月追徴金500万円を求刑しました吉川被告は賄賂の認識がなかったと一貫して無罪を主張していますが 検察側は論告で、現金の受け渡しは陳情の直後に大臣室などで行われていて、ワイドの趣旨は明らかだと指摘し、特定の業者と癒着し私服を肥やしたもので、職務の公正を害したと非難しました。一方の弁護側は、政治活動を応援してくれる趣旨だと考えて受け取ってきたと述べ、ワイドであることの認識がなく無罪だと改めて主張しました。 吉川被告は裁判の最後、現金を受け取ってしまったこと、政治資金規正法に則っ,った処理を行わなかったことは不徳の致すところですと述べ、謝罪しました。判決は5月26日に言い渡される予定です。